隠さないパンツになろうと1年前に呼びかけたの覚えてますか？じゃーん、こちら皆さんの声を聞きながら進めたプロジェクト、そう、みんなで作ったパッケージできました。おしゃれでしょ。堂々と紙パンツを持ち歩ける世の中になるといいな。ただいま限定発売中です。アテントね、これもエリエール。アテントが始めた常識を履き替えようという呼びかけにいろんな声が集まっています。紙パンツにもストライプとか花柄が欲しいとか、防災グッズとして使いたいとか、下着売り場で売ってほしいとか、うん、どれもいいな。あなたの声も聞かせてくださいね。アテント、選べるアテントプレゼント実施中です。ね、これもエリエール。おむつじゃなくてパンツと呼ぼうっていう僕の呼びかけに介護をしている方からも反響があって、おむつって言わずにパンツ買いましょうねって声掛けするようになったと教えてもらいました。嬉しいな。小さなことって大きなことなんだよな。アテント、選べるアテントプレゼント実施中です。ね、これもエリエール。この前家族を介護してる人に教えてもらったんです。ある日手のひらに3と9って数字を書かれて、なんだろうって、あ、3と9でサンキューかって嬉しくなったって。それでは僕からも全国のお医者さん、看護師さん、介護士さん、ケアマネージャーさんにも伝わるといいな。アテント、選べるアテントプレゼント実施中です。ね、これもエリエール。2020年から僕はアテントの CM に出てるんですが、一番嬉しかった反響は、恥ずかしがらずに紙パンツを履いてくれる人がちょっと増えたって聞いた時、89歳デビューの人もいたそうですよ。いくつになってもデビューっていいもんですよね。一緒に新しい世界に出かけましょう。アテント、選べるアテントプレゼント実施中です。ね、これもエリエール。いろいろあるけど違いは履いてみないとわからないですね。どれが合うかな。これかな。どれかな。やっぱこれかな。あなたも一緒に試してみませんか。もちろん僕も今履いてます。選べるアテントプレゼント実施中です。アテント、